クライスラー美術館は、バージニア州ノーフォークにある美術館である。1933年にノーフォークミュージアム・オブ・アーツ・サイエンシズとして創設された。1971年に、実業家のウィリアム・ P ・クライスラー・ジュニアが、自身のコレクション1万点を寄付し、クライスラー美術館が誕生した。アメリカやヨーロッパの絵画から、中世の彫刻まで幅広いコレクションを有している。 その中には、ティントレッド、パオロ・ベロネーゼ、ピーテル・パウル・ルーベンス、ディエゴ・ベラスケス、サルバトール・ローザ、ジャン・ロレンツ・ォ・ベルニーニ、ジョン・シングルトン・コプリー、トマス・コール、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、エド・アル・マネ、ポール・セザンヌ、ギュスターブ・ドレ、アルバート・ビアスタット、オーギュスト・ロダン、メアリー・カサット、ポール・ゴギャン、ジョルジュ・オ、ー、アンリ・マティス、ジョルジュ・ブラック、エドワード・ホッパー、ジャクソン・ポロック、 アンディ・ウォーホル、リチャード・ディー・ベンコーン、カレーン・ラモンとフランツ・クラインが含まれる。ありがとうございます。